アルマによるオウシザ HL 製の画像。原子惑星系円盤は、新しく形成された、構成、オウシザ T 型星や、ハービックアエ、BE 型星を取り囲む濃いガスと、ゴミからなる回転する、星周円盤である。ガスや、その他の物質は、円盤の内円から、構成の表面へ向かって落下しているため、原子惑星系円盤は、構成自身への降着円盤と捉えることもできる。 この過程は惑星が形成される際に起きていると考えられる降着過程とは異なるものである。外部から照らされて光蒸発を起こしている原子惑星系円盤はプロプリドと呼ばれる。2018年7月には p d s 7 0ビットと名付けられた誕生したばかりの太陽系外惑星を含む原子惑星系円盤の画像が初めて撮影されたことが報告された。 原子惑星系円盤を持つ兆候を示す構成の割合を構成の年齢の関数として示した図。図で示されているのは近傍の若い星団やアソシエーションにある天体である。原子星は水素分子を主成分とする分子雲から形成される。分子雲の一部分がある臨界のサイズ、質量、密度に到達すると自身の重力によって収縮を開始する。この過程は 重力収縮と呼ばれる。収縮していく分子雲の密度が高くなると、もともと分子雲中に存在していたガスのランダムな運動が分子雲が持つ正味の各運動量の方向へ向かって平均化されていく。各運動量は保存するため、星雲の半径が収縮するにつれて回転は速くなっていく。この回転のため、生地から平坦なピザが作られるように、 成分は平坦になり円盤が形成される。これは、公転運動による更新加速度は、構成からの重力に対して同型方向にのみ対抗するが、円直方向への収縮に対しては、成分は対抗できないために起きる現象である。その結果として、円直方向にはガスの圧力によって支えられた薄い円盤が形成される。 この初期の収縮はおよそ10万年かかる。その後構成は同じ質量の主系列性と同程度の表面温度に到達し、目に見えるようになる。このような状態になったのが、オウシザティ型星である。構成へのガスの降着は、その後円盤が消失するまでの1000万年にわたって、継続する。円盤の消失は、若い構成からの構成風によって吹き飛ばされるが、 あるいは単に光着が終了して放射がなくなることによって起きると考えられる。発見されている中でもとも年老いた原子惑星系円盤は2500万歳である。シミュレーションによる原子惑星系円盤内の過剰腕と観測データ。オウシザ T 型星の周りにある原子惑星系円盤はそのサイズや温度という点で近接連星系の主星を取り囲む円盤とは異なる。 原子惑星系円盤の半径は最大で1000天文単位であり、その最も内側部分だけが 1000K を超える温度になる。円盤はしばしばジェットを伴う。原子惑星系円盤は銀河系内のいくつかの若い恒星の周りで観測されている。ハップル宇宙望遠鏡による観測では、オリオン大成分の中でプロプリドや原子惑星系円盤が形成されていることが示されている。 原子惑星系円盤は薄い構造をしていると考えられ、その典型的な垂直方向の高さは半径よりもずっと小さい。また典型的な円盤の質量は中心の若い構成よりもずっと小さい。典型的な原子惑星系円盤の質量の大部分はガスが占めるが、その進化にはダスト粒子の存在が大きな役割を果たす。 ダスト粒子は円盤の中心面を外部からの高エネルギー放射から遮蔽し、磁気回転不安定性が働かないデッドゾーンと呼ばれる領域を作る。これらの円盤はプラズマの乱流外装を持ち、広範囲の静音なデッドゾーンを取り囲んでいる構造を持つと考えられている。円盤の中心面にあるデッドゾーンはその中を通過する物質の流れを遅くし、 円盤が定常状態に到達するのを妨げる。惑星を形成する物質を生成する超新星残骸からの放出物。450光年先に位置する若い恒星エリアス2から27を取り囲む原子惑星系円盤。太陽系形成の星雲説は原子惑星系円盤がどのように惑星系へと進化すると考えられるかを記述する。静電気力と 重力相互作用は円盤内のダストと氷の粒子を微惑星へと膠着させると考えられる。この過程はガスを K から放出させようと働く。構成風、物質を中心のオ大シザ T 型星へと膠着させようとする重力及び内部応力と競合する。微惑星は地球型惑星と巨大惑星双方の材料となる。木星、土星、 天皇星の衛星のいくつかは、原始惑星系円盤に類似した、より小さい周惑星円盤の中で形成されたと考えられている。惑星が王道面に揃った軌道を持っているのは、惑星や衛星が地下学的に薄い、ガスとゴミが豊富な円盤の中で形成されたからだと考えられる。太陽系の形成から数千万年後、太陽系の内側数 AU の領域には、多数の月から、 火星サイズの天体が形成されており、それらが合体して成長することによって現在、我々が見ている地球型惑星が形成された。地球の月は、太陽系が形成されてからおよそ3000万年後に、原始地球に火星サイズの原始惑星が衝突することによって形成されたと考えられている。若い恒星 V883 ウーリアニス周りの水のスノーラインの創造図。 多数の金棒の構成の周りで、青州ダストのガスが欠乏した円盤が発見されており、これらの大部分は年齢が1000万年から数億年の範囲にある。このような系はしばしばデブリ円盤と呼ばれる。デブリ円盤を持つ構成は年老いており、また、構成の周りのマイクロメートルサイズのダスト粒子の寿命は、ポインティングロバートソン効果や衝突、放射圧の影響で短いため、 デブリ円盤に存在するダスト粒子は微惑星や小惑星、水星の衝突に由来するものであると考えられる。ベガやカンムリザアルファ星、フォーマルハウトなどの周りで発見されているデブリ円盤はおそらくは原子惑星系ではないものの小惑星体やエッジワースカイパーベルトに似た構造における微惑星同士の衝突がゴミを生成していることを示している。 最近のコンピュータシミュレーションに基づくと、生命に必要な複雑な有機化合物は地球が形成される前に太陽の周りの宇宙人の原始惑星系円盤内で形成された可能性がある。同じ過程は太陽系だけではなく惑星を持つ他の恒星の周りでも発生している可能性がある。ありがとうございます。